エリザベート・ドートリッシュは、フランス王シャルル9世の王妃。オーストリア・ハプスブルク家の神聖ローマ皇帝、マクシミリアン2世と、皇后、マリアの娘で、ドイツ名は、エリーザベト・フォン・エスター・ライヒ。ウィーンで、マクシミリアン2世の、第5子として生まれる。兄に、皇帝ルドルフ2世、弟に、皇帝マティアスがいる。また、シャルル9世の祖父フランソは1世の5歳。 エレオノールド・トリッシュは父方でも母方でも大場にあたる。1570年、16歳でフランスオーシャルル9世と結婚した。夫は1561年に10歳で即位していたが病弱であり、実権は王太王カトリーヌ・ド・メディシスが握っていた。1572年に一人娘、マリー・エリザベートが生まれるが、この年には、 サンバルテルミの虐殺が起こっている。この事件の衝撃によるものか、シャルル9世は1574年に死去し、エリザベートは結婚からわずか3年半で未亡人となった。エリザベートは国元に帰り、父マクシミリアン2世が、暴風の弟アンリ3世との再婚を提案すると、これを断った。その後、1578年に、娘、マリー・エリザベートが養成し、 1589年には、アンリ3世が暗殺されて、バロア朝が断絶、エリザベート本人も1592年に死去した。ありがとうございます。